どうもこんにちは、こんばんは、レイです。今日ね、いよいよ引っ越しが来週に迫りまして、もうねこの動画をやる頃には日付変わってたらいいかなっていうところで、でとりあえずね、今ね家を見てきまして、でちょっと暗いけどね、暗いからねわからないけど、これちゃんと明るい時に引っ越し終わってから公開します。なんだろう、リニューアル前の家を細かくね部屋を取れなかったんですが、まあその辺はちょっとご了承ご理解いただきながら、リフォーム後の今度ね室内を公開しようかなと。外装はいじってないから、まあ、映してもねしょうがないんで、築35年の家の内装が、どこまで綺麗になるのかというところでね、約、まあ、290万ぐらいかかるかな、なんか予想ではね、まあ、約300万の予算で、築35年の、古い家がね、ちょっと蘇るのかっていうのを期待していただけたらなというところですね。でね、今日ねちょっと今撮影してるの土曜日なんだけど、まあ出勤がね午前中出勤だけして、用事がねあったんでそれやっつけてというところで、とりあえずね今ね家にね戻りたいと思ってます。まあとりあえずね無事に終わったんで、であとね今風呂場だけがね浴槽が入って、あと取り付けるっていう形を取るので、まあ、日にちがねだいぶもう引っ越しが近づいてきてますんで、とりあえずね予定通り引っ越して、でレイズスタジオの方ね、ちゃんと完成してましたね。かなりね変わった天井色のものを選んでいるんで、多分あまり見たことない部屋になるかなっていうところで、襖とかも上からねクロス貼って、まあ、古いで、ね、和風の建築なんで、そのなんだろう、古臭い時代を感じる襖があるんで、ちょっとねそれ全部張り替えました。で障子なんだけど、障子の方はまだね今回入れてなくて、予算が、面積が広いんだよね、これ自分でやるのすっげえ大変だなみたいなね、障子ボロいんだよ、だからねちょっとそこは映すのねどうしようかなっていうところで、映せんのかな、映したらなんか汚くなりそうだな、せっかく綺麗な、で特にね2階の和室なんかはまたねこれも変わった壁紙の色と、もうなんだろう、薄く模様が入ってるんだけど、それがね意外とマッチして、こんな和室もありだよっていうような物件に仕上がってますね。だからこれからね本当新居楽しみです。まあ婚活の方はあんまうまくいってねえんで、そっちはね全然楽しみじゃないんだけど、でまあいろいろごちゃごちゃね今婚活の方は三女のね方と、とか、まあ、ガラケー姉さんとも順調に、ガラケー姉さんとはねコンタクト取れてたんだけど、ここに来てねやっぱりね三女から多分ね何か情報が悪い情報入ったのか、連絡急に来なくなりました。だからもしかしたら食事会がダメになる可能性もね、高いので、それはちょっとねどうなるか楽しみにしていただいてという形になりますね。まあ別にもうしょうがないからね、こればっかりは、相手あってのことなので、まあ、今回いろいろねちょっと一方的に三女の人に変な LINE 送ったわけじゃないんだよ、議論をね結構してたんだよ、その人と俺とで婚活についての意見というか、まあ、そういうのもあってちょっと白熱した議論になったので、
俺の方も熱い内容をね返してしまったというところになるんで、まあでもねこればっかりはね本当当事者しかね内容はよくわかんないんで、まあなるようになるかなというところで、楽しみにね皆さん、していただければというふうに考えてます。あとなんか報告あったかな、特には今んとこねえかなっていうね、世間はね21日以下あの辺が休みじゃないと思うんだけど、俺の方は俺の会社は、4連休という形、本当はここで引っ越ししたかったんだけど、まあいかんせんね浴槽が入ってこないというところで、で案外やっぱりね工事費の方もちょっと加算できてるなっていうところもあって、だから安くできる業者っていうのはいくらでもあるんだよ。そのねなんとか電気の方ね、家電量販店の方も安いリフォームを請け負ったりとかねやってますけど、やっぱね安かろう悪かろうなんですよ。で本当にクロスの仕上げ、塗装の仕上がり一つでもう自己満足の世界になっちゃうんだけど、やっぱりある程度の金額っていうのは払わないと、いい仕事っていうのは見込めないっていう部分はあるので、まあしょうがねえなっていうところで、いろいろとね今回ね不動産屋の方がね好意、にねよくしていただいて、職人さんとかもねまとめてくれているので、事故もなく無事にねリフォーム終わりそうな感じです。もうほぼね、8割終わってますんで、来週っていうかねこの動画じゃなくてこの今撮影日から、来週1週間1週間後が引っ越し、すごい楽しみだなっていうところで、あとネットがねネットがちゃんとね繋がればいいんだけど、そしたらまたね皆さんにすぐ、リアルタイムで引っ越し後の映像っていうのをねお届けできたらなというところで、で1階にね母親の部屋をね設けたんでね作ったんだけど、和室があるからもうそこもね襖全部張り替えになってるんで、すっげえ綺麗なね暗いイメージの和室がねだいぶ良くなりまして、まあもともとね狭い敷地で建てた建物だからあんまりね日当たりっていうかね庭に日当たる面積は少ないんだけど、まあしょうがねえかなっていう安い物件なんでね、まあこれからね一応一生ね、何もなければ一生生活していくという形の家になりますんで、ね、本当あとはね嫁さんだけっていうところもあるんだけど、まあ生涯独身というのも見越してわざと家を買ったというところもあります。65歳以降で仕事をね引退してそれでもね家賃を払っていかないで済むようにすると、でそれまでにある程度修繕費の方も貯蓄はしていくという形、まあもうね残すものないからね、子供とかいないんで、財産を残すということは考えないで、本当にね、プラスマイナスゼロ、マイナスになんない程度で、生きていこうというふうには思っています。で貯金もねだいぶ減ったんじゃねえのとかあるんだけど、思ってる人がねいるんだけど、だいぶ貯金は溜まってたのでまだ残ってます。正直ね消費用で結構ねぶん取られたけどね、また引っ越しで20万取られるけど、ちょうどまたボーナスがね来るから、冬のボーナスがね来るんで、そこでまた復活多少ね、してまたボーナスを全部今度はね貯めていくという形を取りたいと思ってます。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。